阪神ドライチ下村海斗の背番号は19、藤浪から継承。阪神の新入団選手の発表会見が11日大阪市内のホテルで行われ、ドラフト1位の下村海斗投手21の背番号は19に決まった。昨オフにポスティングシステムを利用してメジャー移籍した藤浪、オリオールズ FA が13年から10年間背負っていた番号を継承。下村は偉大な先輩方がつけられてきた番号だと思うんですけど、いずれは阪神の19番といえば下村って言ってもらえるような選手を目指して頑張りたいと思います。と気合を入れた。藤浪の背番号をあっさり渡したのはら、藤浪声はしてほしい。19渡したか。29番開けてくれてる。下村くん、慎太郎の背番号良かったやん。18せっかく空いたのに。19を確固たるエース番号に仕上げてほしい。頑張れ下村。藤の背番号が、みんないい番号やね。下村くん19。ドラフト1、2で藤浪北条の番号継承されるのちょっと熱い。下村期待されとるな。じゃあ18は誰？湯浅？藤浪どないすんねん。期待されてますね。大輝の新人王任せましたよ。下村くん1ココノスケ入れてよかった。一平ちゃん66取られたな。阪神の背番号18はここから数年活躍してから村上に満を持たせて付けてほしい。まあ41のまま行くのもかっこいいけどね。今年の新人の背番号のありふり良いのではないかしら。下村くん、願いが叶ったね。椎葉くんは北条の背番号か。2人とも頑張れ。9番は明人くんだ。皆さんメンタル面が大変でしょうが、笑顔を忘れずに怪我せず活躍できますように。1ココのつけた言うてたもんね。下村くん19番か。背番号は選手の背にあってこすてる派なので、本人も言ってたけど阪神の19番といえば下村ってなっていけるといいね。どんなサインに決めたんだろう。頑張れ下村。藤浪慎太郎のようなビッグな投手になってくれな。北条の背番号も次の人決まったんですね。村上が18に変わるかと思ったけど、村上自身は41に愛着があるみたいやね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。